漂流 T シャツです。画面があいにきてね漂流 L サイズです。これはちょっとでかいサイズです。かゆい、首がかゆい。はい、今日もお稽古頑張りました。みんなお疲れ様でした。今日はねちょっと夕飯食べたんでめっちゃお腹がいっぱいです。ごくそうなの。漂流しても会えるのか。ん、漂流しても会えます。会えます。最終的に会えると思いたい。確かに確かに冷静に考えたらさ漂流確かに冷静に考えたらねあれですね。お稽古お疲れ様です。ありがとうございます。いろいろ食べたよ。美味しかったいろいろ食べたよはもうアバウトが過ぎるよね。本当にごめんなさいね皆様。最近さ髪の毛下ろしてさちょっと稽古参加してるからさなんか違和感がすごいんですよ動画とか見てたら。そうなんか私いつも絶対レッスン縛ってんのね。だからそう今日はちょっとねあのハーフアップにしないといけなかったんですけど、そうなんか今日メイクしてんのにさ口の色だけないんだよね。ごめんなさい本当しゃっくりしました。そうなんかねごめんね本当ね目の乾燥がひどい。あとちょっと眠いもあるんですけどそう基本的に縛ってるんですよ。やっぱ髪がね邪魔になるのですごく。でも今日はちょっとハーフアップにしないといけない。ちょ水を持ってくるね。今日さ2リットルペットボトル買ったのに全然飲んでないんだよ。もったいなさすぎ。カオルマが今着ている漂流 T シャツのデザインいいので30日に買います。ありがとう。え、ねもったいないよね。でも口つけてるからさ本当にちょっと剥がすね。そう基本的に稽古はさ2リットルを使ってるんですけどバリッった。でもなかなかねそうちょっとなんかコップねなんか買おうかな100均かなんかで。そうするわ明日なんか100均で買うわ。うん念のためね。なんかあったらいいかもね。紙コップとかはないからさなんか紙コップを買って消耗してまた買うっていうのもまあでもどうなんでしょうね。どっちがいいのかね。それだったらなんか100均とかでさ買った方100均とかでさなんか買ったらまだ安心ですよね。うんそう安いプラスチック。それこそさなんかあの100均にあんのかは分かんないけどあのあるじゃんあのペットボトルの蓋につけられるコップとかある。嘘そんなのあんの。ちょっと調べてみていい。どんなやつなんだろう。それはいい情報聞きましたね。そうやっぱお水がねもったいないからさやっぱ調べ方めっちゃもう足組んじゃダメ。もうあそうみんな聞いて今日さベビーポエムをさあのキャストのトウコさんとしおりさんとハットリとあやねと演出女子の方に差し入れしたのかって食べてほしいからベイクドチーズを。そう私毎日食べてるもんベイクドチーズん？チーズベイクドチーズってなんやねん。そう今日ねちょっと眠かったんですけどね今だいぶテンション高いんでめっちゃね好きなんでみんなぜひ買ってください。ベイクドチーズこう美味しいね。お正月に着る着物は何色。お正月はね着物着ないんですよね基本的に。冬着ないんだよね。なんかそう着物を持ってない。そんなこと晴れ着浴衣振袖は買ったんですけど着物は持ってないんだよね。でも多分振袖買ったからその振袖を毎年着るとかでもいけるのかな。ちなみに振袖の色は紺色です。でなんだっけ100均のなんだペットボトルの蓋
違う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 、ペットボトル、コップ。そうやっぱさ、なかなかね、そう2リットル飲めないっていうこともある。本当だ、ペットボトル用コップ商品一覧とかある。いいもの聞きましたよ。あれあれなんだよね。そう、まだ坊ちゃん劇場ってまだパンフレットとペンライトしか持ってないから、違う、売ってないから。本当だ、ペットボトル用のコップ。ペットボトルを水筒感覚で、あ、便利。うわ、買うわ。売ってるかな、そこ。買う、明日見る。ありがとうございます、嬉しい。もうこれ以上水を無駄にしなくて済みますね。ありがとうございます。うん、明日見ます、買ったら報告します。ありがとうございます、嬉しい。そう、やっぱ絶対さ、1リットルじゃない、 10リットルじゃない、100リットルじゃない、500ミリリットルじゃ足りないんですよ。でもちょっと今日はなかなか、なんで飲む時間なかったんだろう。あ、でも朝いろいろさあったからさ、なんかね、そう、坊ちゃん劇場の近くにあるのはダイソー、ダイソーじゃない100均もあるんですけど、そう、まだこんなに残ってるんだよ。逆にこんだけしか飲んでないもん、やばくない？でも朝、今日はちょっと稽古以外のこともちょっとしてたのもあって、ちょっとお昼からになっちゃったんですね。どうしてもこれ買うのが、だとしても全然飲んでなくない？うわ、反省だわ、これは反省します。そういえばさ、私あのホテルでキウイを食べることを覚えたんですけど、めっちゃ食べづらいのよ、あのめっちゃ食べづらい、あのそう、スプーンで切るんですけど、なんかもう半分、なんか3分の1みたいな感じでさ、めっちゃ3分の1の方が食べづらい。あ、そう、1日2リットルな、私ちょっとね、やっぱ最近なかなか2リットル飲めなくって困ってるんですよ。でも絶対やっぱ1日2リットルは飲んだ方がいいんだよね。今すっごい喉乾いてる。うわ、こんな便利なものあるんやね。明日見ますわ。でもこれって何ミリリットル用とかあるんかいな。いろんなサイズで使えます。2リットルは書いてないけど、まあ書いてなくても使えばいいんだよね。そうそう、これから使えるからね。2リットルその飲み方迫力ある。そうね、なんてもうこうだもん今日は目が冴えてる。そうですね、ちょっとテンション上がってます今すごい ごめんよこの水たち、また明日からはね、ちゃんとあの無駄にならない飲むからね、ごめんな。地に帰りな。多分ちょっとね、2リットルはね、ちょっと対応してないかもしれないけど、無理やりね、つけます。うん、無理やりつけます。ダメでもね、あの、そう、やっぱどっちにしろコップは欲しいからね。そう、あ、でもこういうペットボトルキャップのやつもあるんだ、かわいい。なんかいいやつあるかな、私が好きそうなやつ。地に帰るじゃない、川に帰るのか。君たちどこに帰るんだい。でも巡り巡ってやっぱ戻ってくるよね。だってまず川まで流されたら、海に行って蒸発して雲となって雨となって、山から降り注ぐ、天から降り注いで、それがまたあのなんか綺麗な山のところに行ったら、そこで水が汲まれて、またこうやってね、水になるからね、また会おうね。どこで会えるか知らんけどね。1リットルも飲んでない。あ、でもね、あるよねそういうこと。私もそういう時ある。そう、みんな漂流してる、毎日が漂流。はぁ、おいしい。あ、水っておいしいですよね、ほんと。水ってなんでこんな美味しいんだろう。昔水苦手だったんですよね。なんでか知んないけど、浄水器から出る水なんかね、苦手だったの。でも今はね、まあこれ浄水器っていうか、もうなんかあのあれなんですけど、どうだっけ、天然水、ナチュラルミネラルウォーター、取りすまされた天然水、軟水。
あんま軟水と硬水ってどう違うのかってよく分かってないんですよね私。なんか硬水がどんな感じの飲み口なのかというか、なんかねよく分かんないよね。あやべちょっと喉が、あとで喉飴舐めます。なんか喉にいいさ、なんか飲み方みたいの教わったのにまだ一回も実践してない。明日こそ材料揃えてやってみたいな。ここで言うことじゃない。水かお湯しか飲んでない、水かお湯しか飲んでないね。基本的にお茶じゃない、飲み物はもう私は水です。ずっと水か左右、うん、そう、それ以外飲まないね。エアコンの音がすごい聞こえる？もうブオーって言って、昔は配信しながらいつも麦茶飲んでたのに飽きたのかな。あーなんだろうね、確かに昔はね麦茶ばっかりだったんですけど、確かになんでなんだろうね、何を気にし始めたんだろう、わかりませんお茶も飲まない、もう水おいしいってなったんで、もうずっと水ですね基本的には。エピアンは香水、エピアンってあの山のやつ、あのすっごいもうくるくるのペットボトルで山のやつですか。エピアン、やばい、もう11時過ぎたからさ、もう画面が11時過ぎた時のなんか変なちょっと色が変わる仕様になってるから、すげえあ夜なんだなってなる。エピアン、あーこれか、これあれ思ったのと違ったな、動画じゃない、画像、あ思ったのと違った、エビアンか、私ずっとエピアンって読んでた、エビアンって書いてたわ。そう、私がね想像してたのはそれじゃなくて、なんだっけ、水の名前が思い出せない、水種類商品しょ、ポルピックか、ポルビック、やっぱさ丸と点の違いってさむずなんかさよくさカオルンパってさ私書かれることがあって、なんでカオルンパって、まあ、なんで間違えんのとか思ってたんですけど、やっぱ読みあのねやっぱ難しいね、あの丸となんでエビアンな間違えた、やっぱねちょっと難しいんだなって思いました。ポル、よし、いやこれじゃない、山のやつ、クリスタルガイザー、ありがとう調べてみて、やばこんなに水のあれあるんだ。でも私がよく買うのはやっぱあのなんだっけ、アルプスウンタラカンタラみたいなやつのあれとか、イロハスかな。ちなみにこれは天然水 6個っていうところ、採水地は兵庫県だそうです。あそう、南アルプスの天然水です。でなんだっけ、クリスタルガイザーか、あそうこれクリスタルガイザー、これですこれはでどっちなんだ、そうそうこれありがとうございます。まぶしい、これはどっちなんだ、え、わかんね、ミネラルウォーター、軟水だわ、軟水。15分経ちましたね、かーゆい、足がかゆいですね、ありがとうございます。1025日、水の種類だけでもこんなにあるってやばいよね。今度飲み比べする、そうだね、あのもう多分その時にはもうコップも買ってるんで、あの全部開けてもまだ飲めるっていうことになるね。とりあえず明日コップ買います。やっぱちょっとね2リットルをさすがにねちょっと無駄にするのは嫌なんで、安いんだけど200円もいかないからさ、そう基本的に香水が値段高い気がする。あーねー、うんうんうん、
ふう、はい、というわけでね、今日はここら辺で終わりにしたいと思います。ランキングの前にギフト読むね。今日短くてごめんなさいね。ちょっと明日から短い日がもしかしたら続くかもしれない。飯田博之さんが手袋、ハルニャンさんがクマさん、ファンキーキャットさん、クマさん、あくま広島県民さんがハート100個、はやちゃんさんがレインボースター、玉国さんがハート100個かな、うん、TKHKG さんバラ、アルビンズランクさんラブレター、 TKHKG さんバラ、もう一回言っちゃったで、あくま広島県民さんハート、はやちゃんさんラブレター、はるにゃんさんが冬のけ雪の結晶、玉国さん雪の結晶、はやちゃんさんハートと、くまさん、ファンキーキャットさんラブレター、カーラスのかーこさん雪の結晶、ありがとうございます。あー危ねえ、ランキングランキング、ふうふう、危ない危ない。13位、海海さん。12位がルローニンさんでいいかな、いや違う、合ってるかな。11位ニャンバクさん、10位エイトウッドさん、9位アルビンズランクさん、8位ロミツさん、7位カラスのカーコさん、6位夏目さん、5位あっくんは広島県民さん、4位飯田博之さん、3位玉国さん、2位 TKHKG さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみ、またね、ありがとうございました。おやすみなさーい。漂流 T シャツ、おやすみー。